続いてのニュースです。ロシアのプーチン大統領と隣国ベラルーシのルカチェンコ大統領は4日両国で作る連合国家の最高評議会をオンライン形式で開き新しい共通軍事ドクトリンに署名しました金融政策や税制など28項目で経済の統合を進める計画も承認しました人権問題などで米欧化の圧力を受ける両国は軍事・経済の両面で 原型記憶を図ると見なります。プーチン氏は我々は真の同胞だ。この関係を永久に続けるため、何でもするなどと述べ、米欧に共同で対抗する姿勢を強調しました。共通軍事ドクトリンの改定は2001年以来となり、2001年以来となります。内容は批准手続きが完了していないため、公表されていません。 ロシアは2018年に見直しを承認しましたが、軍事的にロシアに従属することを嫌うルカシェンコ氏が難色を示し、批准されませんでした。ルカシェンコ氏は1999年にエリツィン,ン大統領と連合国家創設条約を締結しました。ルカシェンコ氏は自身が連合を主導することを狙いましたが、ロシアでは6年,6年にプーチン氏が大統領に就任。 プーチン政権下の強大なロシアに飲み込まれることを警戒し、米洋や中国との関係強化を模索していた経緯があり、米洋の圧力強化を受けて、改めてロシアに接近した形です。